クレオパトラ7世フィロパトルは古代エジプトプトレマイオス朝のファラオ。現在世間一般に美女クレオパトラとして浸透しているのはクレオパトラ7世のことである。クレオパトラの父はプトレマイオス12世、母はクレオパトラ5世であり、兄弟姉妹はクレオパトラ6世、ベレニケ4世、アルシノエ4世、プトレマイオス13世。 プトレマイオス14世が知られる。クレオパトラの名はギリシア語で、父親の栄光を意味する。絶世の美女として知られ、人をそらさない魅力的な話術と、小鳥のような、美しい声であったと伝えられる。ただし、クレオパトラの肖像は、知性当時、アントニウスが発行したとされている効果に、横顔が残されているのみであり、この評価は、 後世の作り話だとの説があるが、妹のアルシノエ四世の復元図から、姉のクレオパトラも美しかったとする説もある。クレオパトラは、後世、ダンテの女成詞、新曲では、愛欲の罪により、地獄で苦しむ設定となっている。プトレマイオス朝では、権力をめぐる骨肉の争いが状態化していた。事実、クレオパトラが14歳の紀元前55年。 父と姉ベレニケ4世は王位をめぐって争い、父がローマの支援を得て勝利して、ベレニケ4世を処刑した。このように、エジプト国内は不安定な状況下に置かれていた。紀元前51年、クレオパトラが18歳の時に、父が死亡したが、父の遺言とプトレマイオス朝の慣例に則り、兄弟で最も年長のクレオパトラが、 弟のプトレマイオス13世と兄弟婚を行い、共同で大いに就いた。クレオパトラ7世は、兄弟なローマとの同盟が唯一エジプトの存続の、道であると考えたが、弟との共同統治は、弟の側近の介入により祖語をきたした。紀元前49年、ガイウス・ユリウス・カエサルハとグナエウス・ポンペイウスら、元老院派との間で内戦が勃発した。 クレオパトラ7世は、不王時代からのつながりで、元老院派を支援した。ポンペイウスの故障ポンペイウスがアレクサンドリアを訪れてクレオパトラ7世に兵員と食料の協力を要請したとき、女王はショーは、ポンペイウスに対し、予想を上回る兵員及び食料を提供した。この際に、ーポンペイウスの愛人となったとされる。 しかし、紀元前48年春、ローマからの独立を標榜する、プトレマイオス13世派は、このクレオパトラ7世の動きに不信を募らせ、アレクサンドリア住民が、親ローマ主義のクレオパトラ7世に対して起こした、反乱に乗じて、クーデターを決行し、クレオパトラ7世を東部国境のペルシオンへと追いやった。ポンペウスは、 ファルサルスの戦いにカエサルに敗北した後にエジプトに上陸したが9月29日にプトレマイオス13世派に殺害された絨毯の中からカエサルの前へ現れるクレオパトラクレオパトイセザールジャンレオンジェロームが1886年紀元前48年9月ポンペウス追悼のためにエジプト入りしたカエサルは和解を図ろうとして 両共同統治者をアレクサンドリアに招集した。当時、クレオパトラ7世は、ペルシウムで、プトレマイオス13世派と戦闘しており、アレクサンドリアへ出頭するのは容易でなかった。プルタルコスによると、女王は自らをシング袋にくるませ、カエサルのもとへ、贈り物として届けさせ、王宮へ入ることに成功したと言われている。シングではなく、 絨毯に包んで届けさせたと説明されることが多いが、資料では確認できない。この時クレオパトラ7世はカエサルを魅了し、彼の愛人となった。これを知った、プトレマイオス13世は、怒り神道に発し、王冠を外し、地面に叩きつけたと言われる。一応、カエサルは、両共同統治者を和解させるのに成功したとはいえ、 この和解は15日間しか続かなかった。ディオカシシウスによると、プトレマイオス13世側がカエサル軍を攻撃したので、カエサルはその時、ちょうどエジプトへ到来したローマ軍を使って、紀元前47年のナイル川の戦いで、プトレマイオス13世派を制圧し、プトレマイオス13世をナイル川で溺死させた。プトレマイオス13世と結託してクレオパトラ7世と、 敵対していた妹アルシノエ四世は捕らえられて、ローマへ送られ、紀元前46年に、ローマで催された、カエサルの凱旋式で引き回された。プトレマイオス13世廃止後、クレオパトラ7世はもう一人の弟プトレマイオス14世と結婚し、共同統治を再開した。女王は、紀元前47年に、カエサルの子、カエサリオンを産んだとされる。 プトレマイオス14世との共同統治は、カエサルの後ろ盾を得て成立しており、実際にはクレオパトラ7世が単独で統治していた。カエサルの傀来政権であったとも言える。紀元前46年、カエサルが10年間の独裁官に任命され、外戦式を挙行した頃、クレオパトラ7世はカエサリオンを連れて、ローマを訪れた。クレオパトラ7世は、 カエサルの非護の求め立たぬ形でローマに滞在していたが、紀元前44年にカエサルが暗殺されるとカエサリオンを連れ急遽エジプトに帰ったと思われる。クレオパトラ7世は着死のいないカエサルの後継者にカエサリオンを望んでいたと思われるが、カエサルは諸子に当たるカエサリオンを後継者に指名してはいなかった。紀元前46年、すでにカエサルは 実の大いで養子のガイウスをオクタウィウス・トゥリヌスを後継者と定め遺言書を残していた。クレオパトラ7世がエジプトに帰国した頃、名目上の共同統治者であったプトレマイオス14世が死亡すると、クレオパトラ7世は幼いカエサリオンを共同統治者に指名した。紀元前42年のフィリッピの戦いでは、第2回3党政治側ではなく、 ローマ東方地区へ勢力を広げていたマルクス・ユニウス、ブルトゥスラの勢力を支援した。戦いは、ブルトゥスラが敗北し、3頭政治側のマルクス・アントニウスはクレオパトラ7世に出頭を命じた。これに対して、クレオパトラ7世は、アプロディーテーのように着飾り、甲を焚いて、ムードを作って、タルソスへ出頭した。逆に、アントニウスを、 自らの宴席へ招待するなどし、芝叩く間にアントニウスを魅惑したと言われる。アントニウスはエジプトに近いシリアなどの東方地域では勢力を維持しており、クレオパトラ7世と良い関係を作ることはアントニウスにとって好都合であったことは事実である。他方、アルシノエ4世は小アジアのエフェソスにあるアルテミス神殿に聖域逃避していたが、 クレオパトラ7世はアントニウスに頼んで殺害させた。アルシノエ4世の墓はエフェソスに築かれたが、1927年にドイツ人考古学者らに荒らされ、頭蓋骨はドイツに持ち去られた。頭蓋骨は戦後、所在不明であり、数点の写真が残っているのみである。その後、二人の間には、紀元前39年に、 双子の男女のアレクサンドロス・ヘリオスとクレオパトラ・セレネ、紀元前36年にはもう一人の男の子、プトレマイオス・ピラデルポスが誕生した。アントニウスはクレオパトラ7世の支援を得て、パルティア遠征を行ったが、惨敗を起死した。その後で、オクタウィアヌスの姉オクタウィアと離婚した。クレオパトラ7世とアントニウスは結婚したのかも、しれない。アントニウスは、 紀元前34年に再度東方遠征を行い、アルメニア王国を攻撃して、国王アルタウアスデス2世を捕虜とした。アレクサンドリアに戻ったアントニウスは、ローマではない、この地で、大々的に外戦式を挙行した。その上、アントニウスはエジプトでの埋葬を希望するなど、ローマを見捨てたかのように振る舞うアントニウスに、ローマ市民は失望し、 オクタウィアヌスを強く支持するようになった。最終的にオクタウィアヌスがアントニウスに戦線布告したとき、この戦いは死闘ではなく、ローマ対エジプトという構図にされていた。クレオパトラのシブイド・カニャッチ、1658年、クレオパトラの死レジナルド・アーサー1892年紀元前31年9月2日、アントニウス派及びプトレマイオス朝の連合軍と、 オクタウィアヌスが率いるローマ軍がギリシャ西岸のアクティウムで激突する。この海戦の最中にクレオパトラ7世は戦場を離脱し、アントニウスもクレオパトラ7世の船を追って逃亡を共にアレクサンドリアへ戻った。結局、アントニウス派及びプトレマイオス朝の連合軍は追跡してきたオクタウィアヌス軍に敗北を喫する。 アントニウスは部下を置き去りにし、女を追って戦場を後にしたと嘲笑されることになった。帰国したクレオパトラ7世は、オクタウィアヌスとの外交交渉を試みるものの、条件面などで折り合いがつかず失敗に終わった。この結果、カエサリオンを国外へ逃がすことを決意し、実行に移した。しかし、ローマ軍はアレクサンドリアにまで到達し、 アントニウスは残存する全軍を率いて決戦を挑むが海軍の寝返りなどで失敗した。そして、紀元前30年8月1日、アントニウスはクレオパトラ7世が自分を裏切ったと思い込んでいたところに届けられたクレオパトラ7世死去の報告に接して自殺を図る。それを知ったクレオパトラ7世の指示により、アントニウスは 瀕死の状態でクレオパトラ7世のところに連れて来られたが息を引き取った。8月29日、オクタウィアヌスは捕虜となったクレオパトラ7世が自殺することを警戒し厳重な監視下に置いていたが、クレオパトラ7世自身はオクタウィアヌスに屈することを拒んで自殺した。贈答品の一軸に忍ばせていたコブラに体を噛ませて自殺したとも伝えられている。 オクタウィアヌスは、彼女のアントニウスと共に葬られたいとの遺言を聞き入れた。エジプトを征服したオクタウィアヌスは、紀元前30年、カエサルの後継者となる可能性があったカエサリオンを、呼び戻して殺害し、プトレマイオス朝を滅ぼした。そして、エジプトをローマに編入して、皇帝直轄地とした。しかし、クレオパトラがアントニウスと儲けていた3人の、 子供たちは、オクタウィアヌスの姉にして、アントニウスの前妻であるオクタウィアに預けられ、養育された。一の三人は兄弟。ありがとうございます。